界は今、ジェトログローバルアイシリーズでお届けしているエドテック特集。教育とテクノロジーの掛け合わせはスポーツの分野でも始まっています。 AI を使って指導を行う独自の技術でスポーツにイノベーションを起こそうとする日本企業を取材しました。今年1月、イギリス、ロンドン。エドテック分野のスタートアップが集まる世界最大級のコンペティション、ゲサの決勝大会が開催された。世界中からおよそ800社のスタートアップが参加する中、各国の予選を勝ち抜いた19社が登壇し、審査員や投資家の前でプレゼンテーションを行った。日本代表に選ばれたのがこちらのスポーティップ。 AI によるスポーツ指導のアプリを開発している。We have lots of scientific background regarding sports, like each sport, and combining these knowledge. 筑波大学との共同研究により、AI に必要な豊富なデータとノウハウを活用。一人一人の体に合った、まるで専任のコーチがいるかのようなコーチングを提供している。人の動きをスマートフォンで撮影。その動画をクラウド上で AI が解析する。体にセンサーをつける必要はない。フィットネスのスクワットやダンベルなどを使ったさまざまなトレーニングに対応。身長と体重、目的を入力することで個人に合わせた適切な姿勢や回数などを指摘する。トレーニングのメニューを自動で作ることも可能だ。自社で AI に必要なデータを集め、技術を開発し、指導において必要なアプリを提供している。個人が持つコツや勘に頼っていたため、イノベーションが起こしづらいとされていた体の動かし方の指導、その領域に挑戦している。スポーティップは入賞を逃したものの、グローバル展開の可能性が高く評価された。The B2B model is great. I mean, having a coach, I think the big opportunity is when you'll be able to go directly to the B2C and have everybody have its own personal trainer, artificial intelligence personal trainer. このコンペティションの審査員を毎年務め、世界中のエドテック企業に投資を行うエデュラボの和田副社長。スポーツにもエドテックを取り入れる動きが広がっているという。最近、小学校体育の授業の中でエドテックが活用される事例が増えてきています。例えば、球技の試合をドローンなどで撮影し、映像をチームみんなで見て動きを分析。算数やプログラミングの学習を活用しながら試合で直面する課題の解決を図る。運動の能力が高くなくても自分の動き方に気づけば、ボールが回ってきやすい位置で効率よく待つなどしてチームに貢献することができるようになる。エドテックによって、スポーツならではの上手くなりたい、勝ちたいというモチベーションを生かして、子どもたちの深い学びを促進することができます。スポーティップが登壇したコンペティションと同時に開催されていたのが、世界最大規模のエドテックの展示会、ベッド。スタートアップ100社を含む900を超える企業がブースを構えた。この展示会で最も注目されるエリアの一つが、スタートアップが集まるベッドフューチャーズのゾーンだ。テストマーケティングを目的とする初期段階のスタートアップから、事業を拡大したい企業まで、各社が製品やサービスを売り込む。We are making challenges, STEM challenges, and for instance, in this box, you have challenges to build a racing robot. この展示会には、
教育に関するさまざまなアイテムが集まる中、スポーツに関連する製品を出品する企業も見られた。今回ジェトロは日本企業10社を集めてジャパンパビリオンを設置。AI によるスポーツ指導のアプリを開発しているスポーティップも出展した。我々はまだまだ始まったばかりではあるんですけれども、いろいろな方とパートナーをしながら海外展開に向けてというところで、確認したいところがありまして、いろいろなご意見をいただきたいと思って、今回出展いたしました。イギリスの教材会社やアジアでの展示会の主催者などサービスに関心を持つ多くの人と出会い、意見を交換することができた。スポーティップは筑波大学で体育専門学を学んだ高久 CEO が2018年に創業した。製品を生み出すきっかけは自身の経験だったという。もともと私が野球を12年間やってたんですけれども、その際に病気をしてしまって野球を続けられなくなってしまうと、そういう経験をしてしまいました。個人の体とか目的に合わせた指導がなかなかそういったものを受けることができなかったというところにありまして、しっかり個人をスクリーニングして指導を届けるといったものを作れれば解決できるんじゃないかと思ったというのがきっかけですね。スポーツとテクノロジーの掛け合わせは新たな可能性を生み出している。2月、スポーティップでは新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けるフィットネスクラブにアプリを無償提供することを決めた。この今回のコロナを機にこうデジタルトランスフォーメーションしていくいいきっかけなんじゃないかなと思ってまして、我々のその AI を活用したツールっていうのをうまく活用いただいて、売り上げ向上であったりとかコストカットっていうのを図っていただけるような、そういうきっかけのためにですね、提供させていただいたという形です。世界的にフィットネスクラブなどでオンライン指導への関心がさらに高まる中、問い合わせが増えているという。このスポーティップのアプリを実際に指導に取り入れているのがトレーナーの東さん。さまざまなジャンルのアスリートに体のバネ、すなわちしなやかな動き方をトレーニングするプログラムをオンラインで行っている。スマートフォンさえあれば手軽に分析ができるので指導の幅が広がると感じたという。走った結果何秒とかっていうのは計測できるんですけど、走る動きがどうだったっていう計測ってできないんですけど、例えば走る動きのこの時にこの手の位置こうなってるとかっていうのをデータ化できるってことが、動きをの精度を高めるとか指導の均一化っていうのができる、重心の位置とか全部測れるようになってくれるので面白いなと思ってます。今後は人と AI が役割を分担しコーチする時代になるのではと考えている。東さんから指導を受けるアスリートの一人がプロバスケットボール選手の草野さんだ。いいトレーナーさんがいても実際に伺えなかったりとか、都合が合わないとかっていうこともすごいある、それを自分で撮影して、その AI にやってもらうっていうことで、自分のパフォーマンスアップっていうのに常に向き合えるのはすごいいいことなんじゃないかなって思ってます。ランニングやサッカーなどのさまざまなスポーツにAI による解析サービスを広げているスポーティップ。デジタルトランスフォーメーションが加速する世界へ、独自のサービスを武器にさらなる挑戦が続く。病院のリハビリの領域であったりですとか、最終としては生まれてから死ぬまでの瞬間の全ての動作指導を我々スポーティップが担えるようなサービス展開できればなというふうに思ってます。昨年も台湾にでテストマーケットさせていただいたんですけれども、ニーズがあることを確認してますので、今後はアジアとかを筆頭にですね、77億人全世界の人たちに対して可能性を最大化するような指導を動作の面で届けていければと思っています。エドテックの製品やサービスは多岐にわたり、市場には大きなビジネスの可能性を感じました。エドテックによって変化していく世界にも注目していきたいと思います。